ルバーマーチブラウンを巻きます。シルバーマーチブラウンはどなたでも知ってるパターンだと思います。だいたい10番ぐらいが標準的な大きさで、マックスでも8番ぐらいですね、マテリアルの関係で8番ぐらいになってしまいます。今日は10番で巻きます。フックはバリバスの 2400V の10番です。それではファンデーションします。ファンデーションスレッドは60のダンビルです。まずテールですが、通常はこういったパートリッジテールですね。こちらをスペックルド、こちらをブラウンと言いますけど、スペックルドテールの方を使います。これがないという場合ですね、これがないという場合は普通のパートリッジのファイバーでいいです。今回はパートリッジテールを使います。だいたい6本から7本ぐらいありますか。これをこのつけます。長さとしてはだいたいボディと同じぐらいの長さです。でボディに巻き込んでしまいます。次にリブをつけます。リブはシルバーオーバルティンセルです。シルバーオーバルティンセルですが、サイズは M サイズですね。これね、これを巻きます。次にシルバーマーチブラウン、シルバーのティンセル、フラットティンセル、これを巻きます。全体的に巻いてしまってボディの太さが均一になるように巻いてしまいます。でボディを巻き始めます。巻き始めのところをちょっと注意して巻いてください。少し引っ張りながら巻くとですね、うまくいくと思います。この時にこのティンセルのエッジでスレッドを切ることがありますので、あまり力強く巻かずにうまくこうかぶせるような形で、押さえるような形でですね、締め込まないように巻くといいと思います。次にリブです。リブは5回ぐらいを均等に巻きます。ですね、4回ですかね。はい、リブが巻き上がりました。テールボディリブ巻き上がりました。ここでウェットフライですからコブラワックスつけておくといいですね。まずハックルをつけます。ハックルですが、パトリッジにはグレーネック、ブラウンバック2つ、大きく2つに分かれますね。これグレーネックの方になります。グレーネックをつけます。で管理釣り場のフライの場合はこっちから簡単に巻いてしまうんですが、せっかくのウェットフライです。このようにですね、反対にして、まずしっかりつけます。つけたらこのように巻きます。どうしてもうまくいかない場合、どうしてもうまくいかない場合ありますが、そういう時は片方をむしってしまうとですね、うまくいくかと思います。片方をむしると綺麗に仕上がると思います。で止めます。左右に振り分けて、現場でね、まああまりウェットフライっていうのは現場で挟み入れたりするようなもんではないんですが、上の方を調整してちょっと減らしました。このぐらいにしますね。でまたコブラワックスに入れます。ウェットフライはウィングが最大の特徴です。ウィングを上手につけられるかどうかで決まってきます。ウィングになります。ヘンフェザンとメス生地ですね、メス生地のセカンダリー、プライマリー、風切り羽はプライマリーです。
その後がセカンダリー、その内側がターシャリーというんですが、通常このパターンにはセカンダリーのこの部分を使います。模様が入ってます。できれば模様が揃うようにカットした方がいいと思います。ウィングを切り出しました。これは後ろ側を前に出すんではなくて、模様がついた方を外側にします。ロイヤルコーチマンの時はこっち側が外側になりましたけど、こういう模様がついた羽の場合はこちらが外側になります。この辺注意が必要ですね。それからこのように合わせましたが、先が尖ってしまいます。あまり尖りすぎないように少し、形を修正してつけるといいと思います。じゃあウィングをつけます。ちゃんとついてるかどうかよく確認しましょう。で確認したら少ししっかりと巻いていきます。はい、セメントを塗って出来上がりです。シルバーマジックの10番ですね。